開催。本日の街頭演説会に結集をいただいた国交省支部参加の各市町村の皆さん、ありがとうございます。いよいよもう目前に参議院公示が迫ってまいりました。前回同様に7月10日の投開票、前回は皆様方の力強いご支持とご支援で、私参議院議員伊波洋一を国政の場に送っていただき、この6年間沖縄の声を国政の場に糸数恵子参議院議員、並びに高田哲美参議院議員とともどもに沖縄の風として響かせてまいりましたが、さらにまだまだ課題は解決されておりません。私たちの沖縄の声を国政の場に伝えて、そして玉城デニー県政を支えて取り組ませてください。国会の場で働かせてください。どうぞ最後までのご支援とご支援をよろしくお願いいたします。さてこの間、玉城デニー県政の下で私たちは県民投票を行い、 72% の県民が辺野古の新基地に反対をしていることを明確にいたしました。そしてまた新型コロナの蔓延にもかかわらず、辺野古の現場では、あるいは阿波や塩川の現場では、毎日のように反対のための意思表示をしっかり示し続けて今日に至っております。なぜならば辺野古の新基地建設は絶対に認められないからであります。私たちはこの戦い、やはり今回の参議院選挙、そして来る9月の知事選挙で見事に県民の意思を示して、この辺野古の新基地建設を止めてまいりましょう。と申しますのも、皆さん、今の岸田内閣、岸田首相は聞く耳を持っていると言っておりますが、今のところ聞いているのは安倍前政元政権や取り巻きの人たちの声だけです。私たちが今回の参議院選挙、そしてまた来る9月の知事選挙で、私たちの県民の意思をしっかり示すことによって、岸田内閣の耳を開けていこうではありませんか。今やアメリカは辺野古の新基地にはこだわっていません。すでにワムイ店と辺野古の新基地建設は切り離されています。なぜか、いつできるかもしれないような基地を目標にして軍事戦略など作れないからです。ですからもはやアメリカは辺野古どころか沖縄の海兵隊基地も撤退をしていく流れにあります。それを最後まで沖縄にしがみつけさせようというのが安倍政権以来の、まさにそのための基地作りであり、そしてまた南西諸島でのアメリカの戦争への協力の姿勢だと思っています。今日の新聞を見てください。2014年の10月から4100名の海兵隊員がワムに移転をします。さらに2700人の海兵隊員がハワイに移転をします。その他にはオーストラリアにも行きます。アメリカ本土にも行きます。なぜか、もはや沖縄は中国のミサイルの標的の中にすっぽり入ってるからです。沖縄で戦争を戦うことはできない、こういう位置づけのもとに、今アメリカ軍はまさに海兵隊の撤退を着実に計画をして実行しようとしているわけです。そういう中で一体辺野古の新基地建設を誰が募集しているのか、まさに日本政府だけです。このような中で私たちがこの参議院選挙で辺野古新基地建設の反対をしっかり民意として示すこと、そして来る9月の県知事選挙で、今埋め立て変更承認を不承認にしている玉城デニー知事を再選をして、さらに5年間基地は動かないぞということをしっかり示していくこと、このことによって私たちは辺野古の断念を日米政府にしっかり認めさせることができると思いますので、どうか一緒に頑張ってまいりましょう。これは
県民が運動だけではできなかったことだと思います。辺野古の地形そのもの、まさに大浦湾の軟弱地盤の存在は、技術的には辺野古の新基地建設を不可能にしていると私は確信しております。外交防衛委員会では2019年から20年にかけて綿密な議論をしてまいりました。その中で明らかになっているのは、70メートルまでしか技術的に地盤改良ができません。その下に20メートルの厚さにわたって軟弱地盤が放っておかれるんです。その上に軽装一つが6000トンを超えるようなコンクリート物を置くんです。一体本当に置ききれるのか、このことすら明らかにされていません。こういう中で政府はあくまで作ると言い続けておりますが、これを粉砕するのが私たちの選挙です。どうか皆さん、この辺野古、辺野古は昔から竜の神様が宿っていると言われていました。まさに私たちがこの沖縄県民が戦っているのを応援しているかのように、軟弱地盤が存在し、断層まで存在しています。この手をつけられないところに手をつけようとしている安倍政権、あれ岸田政権は、まさに県民の民意で断念させていこうではありませんか。さて、このように私は確信しながら取り組みをしておりますけれども、今一度やはり沖縄の課題は経済の課題が大きく横たわっています。復帰50年、10年間の5次にわたる振興計画をしたにもかかわらず、県民所得は全国平均の7割です。子どもの貧困率は全国平均の2倍です。この状況を変えていかなければなりません。しかし目を転じれば、新都心や大津金城区や、あるいは美浜や、あるいはライカムや、あるいは読谷村の補助飛行場跡地や、返還された土地は見事に経済の活性化が進み、大きな産業が立っているではありませんか。しかし残りの米軍基地は未だに残り続けています。普天間も返還が合意されたにもかかわらず、もう20年以上にわたって、26年にわたって放置されている。このような状況を私たちは決して許してはなりません。今の経済をこのようにさせているのは残り続けている米軍基地です。県の皆さん、地域の皆さん、このような基地をやはり一つ一つ返還をさせて、私たちが県民のために使うことこそが沖縄の発展につながります。またそのことこそが日本の経済の牽引役になるはずです。このことを確信をしながら、経済も豊かにしながら基地も撤去をする、このような私たちの意思、それは矢田建託所、県議所にもありました。最初から矢田県議所は1971年11月に復帰措置に関する県議所として政府に提出されましたが、その中には自分たちの土地を、自分たちの経済を、自分たちの暮らしを沖縄県民が作り上げていくという、基地のない平和な沖縄に戻してほしいという、こういう願いが大きく掲げられております。これを私たちはずっと継承してまいりました。今回玉城デニー知事はそれを受けて新たな県議所を政府に提出をしてました。今回の参議院選挙も知事選挙も、まさに復帰という、あの50年前に私たち先輩たちが沖縄がこうあるべきという、この目指すところを示したものを今でも私たちは持ち続けている。そしてそれを実現をする、この運動があるということが大きな証であります。どうか今回の辺野古新基地建設断念を機会に、ぜひ沖縄を私たちが目指す沖縄にしてまいりましょう。共に頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、昨日の新聞は相手候補と私のインタビューがありました。予定候補と感じておりますのは、本当に20年も県外で住みながら官僚として沖縄を見ている姿勢です。私は果たして沖縄が見えているのか、沖縄の人々が見えているのか、極めて疑問に思いました。政府の施策を言っているにすぎません。私たちはここの市町村でも、ここの地域でも、北部でも中部でも、あるいはまた
宮古でも石垣でも与那国あるいはそれぞれの地域でさまざまな課題があります。その課題を克服して島旅であったあの復帰前の時代、医療を確保し、そしてまた憲法下にあって行政を回復し、そして今日50年にわたって復帰後の沖縄の歩みをしてまいりました。それでも未だに私たちの課題は山積をしています。私たちは今回の沖縄振興特別措置法が50年後の積み残した課題を次の10年でそのことを取り組んでいこうという玉城デニー県政の下で綿密に練られた計画であります。その計画の下で私たちはブリズンの会という野党国会議員で内閣府やさまざまな省庁とも交渉をしながら今回の振興法の成立を取り組んでまいりました。そして10年という新たな同じスパンで次の10年に多くの課題を取り組むということを今スタートをしています。この中でやはり私たちがデニー県政を2期を実現をし、そして私自身が参議院でしっかりと当選を勝利をさせていただいて皆さんと共に各地域地域が本当に発展できるそういう沖縄を作ってまいりたいと思います。県民の皆さん、子どもたちに夢の持てる沖縄を、そして豊かで平和で誇りある豊かさのある沖縄を実現をしていこうではありませんか。この北部では私たちは公約に北部の一次産業や二次産業の振興とともに子どもたちの夢のあるものとして北部における薬学部の設置を公約の中に掲げます。そういう意味では沖縄の大学を充実をさせて本土まで行かなくても沖縄の中でいろんな技術やあるいはいろんな学問ができるようなそういうものをしっかり作り上げていきたい。この沖縄の離島という沖縄が持っている不利性を克服するその技術、そのことに対してしっかり手助けをする、そういうことをやってまいりたいと思います。離島では多くの産物がありますが、それを輸出するのに多くの経費がかかります。この経費を支援するのが不利益調整支援制度ですが、このような制度の拡充を起こして一次産業も二次産業もそして三次産業においては1000万人を超えていたこの沖縄への観光客、インバウンドが300万人を超えていたこの沖縄の観光客が今や300万人台になりました。そしてインバウンド外国人観光客はゼロです。しかしながらこれもまたこの1000万人300万人を回復するよう取り組んでまいります。合わせて新型コロナ高止まりしておりますので、この肝炎慢性予防をしっかりしながら同時に傷んでおりますさまざまな経済、その回復を目指して回復事業回復支援制度やあるいは就業支援制度、このようなことをしっかり取り組んでまいります。私たちはやはり地域地域のそれぞれの産業をしっかり支え、そして個別的には暮らしを支えるために、例えば貧困の問題では貧困家庭、貧困の問題というのは子どもの貧困の問題というのは大人の貧困の問題です。ですから大人に就業機会をしっかり作っていく、その際に就業機会を訓練する際の所得保障をしっかりやっていく、そのようなことは制度化されています。すでに国の方ではそのことをこういう方々にも適用をして実現をしていく、そういう道、まさに暮らしが成り立つような公約を打ち出してまいりたいとこのように思っております。それから何といっても物価高、今物価高が押し寄せています。肥料は2倍になったものもあります。 1.5 倍が普通です。飼料もどんどん高くなっています。それから食用油やあるいは小麦粉関係の食品もどんどん上がっています。それに対して私はやはり野党が一つになって 5% の消費税減税を強く求めていきたいと思っています。そのことによって 5% の物価高を吸収をさせていく、そのことを含めて私たちの暮らしが、県民の暮らしが成り立つような公約を掲げてまいります。あさって政策発表ですけれども、ぜひ皆様方の暮らしをしっかり支えられるようなそのような政策を打ち出し、
ゼミ県政とともにこの沖縄で実行できるようにしっかり頑張ってまいりたいと思います。そのためには勝たなければなりません。どうか皆さん辺野古を断念させるためにも、あの私たちが示した県民の民意 72%、 これぐらいを突破するぐらいの思いで戦っていこうではありませんか。そのことによってこそ本当に辺野古を止め、そして今行われている南西諸島の軍事化、あの軍事化は極めて危険です。アメリカはもう引こうとしています。なぜか、沖縄が戦場になろうとしているからです。彼らが沖縄を戦場にしようとしているからです。だから沖縄に来る貨幣隊は今家族はもう伴わない、こういう流れになっています。私たちが平和に暮らしていると思っているこの沖縄がアメリカが戦場にしようと狙っている地域になってしまっているんです。それに日本政府が同意しているということです。そのことを私たちは許してはなりません。今年1月7日の日米閣僚級外務防衛協議、この中であの南西諸島に作った自衛隊基地作るときは米軍は来ないと言ったにもかかわらず、その時の合意は船戸の基地を全て日米共同使用にするということです。日米共同使用になったらもういつでもアメリカが飛んできます。そしてその際にどういう形になっているかというと、もうアメリカは引いているんです。日本から沖縄から引いています。主要な部隊は秘密裏に小さい飛行機で来て、あそこからミサイルを撃って日中戦争が始まるようなシナリオが書かれております。私は国会の場でこのことを何度も指摘をしましたが、答弁は差し控えるというのが政府の答弁です。このような状況を私たち県民は許してはなりません。私たちの暮らしを守らなければならない。沖縄戦は抵抗できなかったけども、今は私たちの民主主義、私たちの声が国政の場に行き、沖縄を通して全国の人たちにも今の日本政府のありよう、安全保障のありようが国内を戦場にさせるというものであるということをしっかり訴えてまいりましょう。こんな安全保障はいりません。私たちは中国とも韓国とも外交交渉を通してやはり隣国でありたい、そしてそういう沖縄であるということをしっかり取り組んでいこうではありませんか。私は外交防衛委員会の他にも沖縄北方委員会や行政監視委員会などいろんな委員会に所属をしておりますけれども、一貫して沖縄の声をしっかり打ち出していく、そういうことをやってまいりました。どうか皆さん改めてこの選挙で私を国会に送ってください。そして私を国会で頑張らせてください。皆さんと共に辺野古を止め、南西諸島の軍事化による戦争の危険性をなくし、そして日本を軍事ではなく外交交渉による憲法9条を守る国にしてまいりましょう。最後までのご支持とご支援をお願いいたしまして、私からの訴えといたします。本日はありがとうございました。